高いので簡単にすりおろせます。この、まあ、1本やると遠いのでちょっと適当な量で使っていきます。まず皮をむいて、で、まあ、ちょっと何パターンかやろうと思うんですけど、まずは7、8ぐらいにこうちょっと切って、茹でた後にするっていう方法で使いたいと思います。5ミリぐらいかな、5ミリぐらいの薄さでこれを茹でていきます。もうちょっと分厚いのだけ長く茹でるので先に入れて、こんな感じで茹でていきます。はい、10分ぐらい経ちました。こっちの薄く切った人参とか大根はもう柔らかいのでこれで潰していきます。でこっちのすりおろす用の人参はあと5分ぐらいだけもうちょっと長めに茹でていきます。それで潰していきます。はい、15分ぐらい経って柔らかくなった人参をすりおろしていきます。すぐこうすりおろすとちょっと熱いので粗熱が取れてからやってください。柔らかいので簡単にすりおろします。で生の人参をすりおろして電子レンジで加熱するっていう方法もあるんですけど、そうするとちょっとザラザラした感じがどうしても下の上に、ね、残ってしまうので、できれば茹でてからすりおろすのをおすすめします。でも離乳食がね慣れてきちゃって、なんかおかずお野菜なくて彩りも欲しいなみたいな時は生のものをすってそれを加熱するっていうやり方でもいいと思います。これをお好みの硬さに伸ばしてもらえればいいかなと思います。初めてだとちょっとこれだと水分量が少ないかなという気もするので、ここにお湯を入れて、サラサラっとしたペースト状になるので、これを初めて入れる時は入れてみてください。でさらにちょっとそれでもザラザラしたのを出してしまうって場合は、人参を裏ごしして使います。後ろから出てきた、滑らかな部分ですね。はい、で少し月齢が経ってきた時に便利な保存方法なんですけど、こういう柔らかく茹でたのをこういうエプロックに入れてもらって、ほらグッと潰して、あとはこういうので解凍して、で揚げるときに少しこうちょっと大きくなっちゃってるところはスプーンとかフォークで潰してもらって揚げるといいかなと思います。それでは早速作っていきたいと思います。じゃがいもは離乳食の最初の頃によく登場すると思うんですけど、すごく滑らかになりやすいので今使えるようになっておくとこの後いろいろ展開しやすいかなと思います。例えばほうれん草の細かくしたのと混ぜたり、ブロッコリーと混ぜたりするときに使えます。使う時のポイントなんですけど、皮を少し厚めに剥きます。普段大人が食べるときはあんまり意識しないと思うんですけど、古いじゃがいもだと緑色の皮の部分があったりして、じゃがいもの芽と同じようにちょっと
食中毒になることがあるのでしっかり皮を落としていきます。で皮を厚めに取ったら、あとは適当に茹でやすい大きさに切って、水から茹でていきます。で大体15分ぐらいですかね、ちょっと長めに茹でて柔らかくしていきます。はい、17、8分ぐらい経ちましたね。じゃがいもがかなり柔らかくなったので、これを潰したいと思います。これは100均で買ったんですけど、今こういうちっちゃいすり鉢がすごい便利だなと思います。でこれを潰して、ここに茹でた汁の残りをですね入れていこうかなと思います。で茹でるときにすごく柔らかくしておかないと、いくら潰しても硬さが残ってしまうので、本当に離乳食の初めの頃は最初にしっかり茹でてもらうのがポイントかなと思います。で1回に結構多めに作っといて冷凍とかすると便利かなと思うので、毎回毎回作っていくのは大変なので、私も冷凍していくようにしています。茹で汁をちょっと足して滑らかにしていきます。子供が始めたばっかりであればトロトロにすればいいですし、慣れてきたよっていうお子さんであれば少しずつこの量、お湯の量を減らして固めにしていってあげるといいかなと思います。で初期の始めの頃の目安の柔らかさは、ポタージュ状っていう感じなので、これもトロトロと滑らかにしていきます。で慣れてきてる子はもうこのままこれが完成という感じ で少しこうすりつぶしが残ってる感じですね。これでいいと思います。でまだあんまりつぶつぶに慣れてないよっていう子はこれをさらに裏ごしします。私は裏ごしもこの100均の茶こしを使って混ぜています。これをさらに滑らかに裏ごしします。このフードプロセッサーとかある人はそういうので一気に滑らかにしちゃってもいいと思います。始めたばっかりの子はちょっとこれだと硬いかなと思うので、もうちょっとお湯を足してサラサラとしたいなと思います。茹で汁を入れて、これでかなりサラサラとポタージュ状になったので、うちの子のじゃがいもは最初はこんな感じであげようかなと思います。かなり慣れてる子はこのポテッとした感じですね、これで揚げてもらえればいいかなと思います。かずちゃんはこれが初めてのお野菜の料理になります。かずちゃん、よいしょ、食べてみようかThank you.
最後までご視聴ありがとうございます。 LINE 公式アカウント始めました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。